早速、盗撮対象法を着てます。はい。確かに、盗撮って言葉にすると本当に犯罪だよな犯罪だよ、犯罪。ダメだよ、やっぱ。盗撮は。だって、パンツ取ったら犯罪でしょまあ、うおぎのこパンツみたいなもんう, <laughs> うん。まあ、盗撮なんだからさ。<laughs> あれはうん。えー、ビーチで水着はもう今ダメだよね。 なんか、そういうのスーパーニュースとかで見るもんねそうなの水着ダメ。そうぞそうぞこう,そうっ,ってね。ダメだったらしかアウトだよ。でもさ、あれってさ、水着で水着、あ、ビーチで水着なんて普通のことじゃない見られるそうだよね。スカートの中とんのは、取っちゃいけないとこだけど、うん、水着は普通に歩いてるのが何取っちゃいけないのって感じだよね。それは俺だと同じことになるよね。<ー>ほら。そうか。それそうだよ。性の対象になるかいけないんじゃない 俺だってなるでしょ、ね。<laughs> そういう対象でしょ。いや、いいんだよなって,って別に俺は性の対象でしょ。考えてくれてもそれは。<laughs> おぎの場では性の対象として女の子から取られてるのは嫌じゃないからダメだよ。<laughs> <laughs> 気持ちいいからね。そ,それはおぎの場合は嫌じゃないからダメうん。ううん、でも嫌なんだもんな。そうなんだよ。嫌だから。 いそうだよ。嫌なんだもん。そうだよ。嫌だからやだ、ね。嫌 <laughs> だから、犯罪なんだもんね。うん、ねそうだよ。お、おぎは嫌なんだもんね。嫌なの。だから犯罪だよね。犯罪だよ。盗撮なんだから。盗むのうん。うん、意見来てますはい。埼玉県ラジオネームギリギリおにぎり。盗撮の対処法ですが、盗撮してるやつに向かって歩いて行って素通りして威圧してみたらどうでしょうか。ふふ。 バーって歩いてくんねん。うん。そのまま素撮りすんの。びっくりする。なに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 目を見てそう。相手の。うん。はー、なるほどね。うん。それもいいね。いけるね。うん。はー。ま、いるもんな。道とかでもね。そこでもね。撮ってるやつね。そうですよ。ふん。向こう向かってっちゃうっていう。なるほど。ま、いやつはできるよね。俺もだから、あのー、 これ今回ですね、それ焼肉屋で撮られた時も、すげえ俺にらみつけたの。撮ってんじゃねえよ、みたいな感じで。でもそれが画面で撮られてんだなって思われると、後ですげえこれみんなで笑われてんだなって思うのが、すごい尺なの。小木がこんな顔してんの。恥ずかしい。でしょ結局、そいつにしっかり見ちゃうと、撮られちゃうから、それも嫌なんだよね。手も、手もで隠そうと思ったら顔。 で、これも後で笑われるなと思って。ああ<ー>。だから、どうしてか分かんないんもそれ。そうね。素通りも多分自分の顔がアップになって、うんす、一瞬そこではビビるかもしんないけど、うん、すげえ笑われるんだよ、それ。そうか。友達同士で後で。なるほど。うん。えー、ラジオネーム、人面人。小木さん、八木さん、小無殿さん、こんばんは。僕だったら、すぐさま携帯を出し、白龍さん 今、勝手に写真撮られてるんですけど、と、白龍と電話してるふりをしまし <laughs> <laughs> こうすれば間違いなく大丈夫だと思います。なるほどね。あ、でもこれ白龍さんじゃなくて、事務所だったらいいかもね、普通に。電話して、あ、マネージャーつって。今写真撮られてんだけど、こういう時どうしたらいいのとか、聞こえるように。確かに、それは、あるね。ビビるね。うん。ああ。あ、いいよね、それね。うん。誰かにね、 誰かに。誰かに話してる。マネージャーとも言わずに。話してるとなんか怖いじゃん。誰なんだろうみたいな。それいいんじゃないその取り返す前に。うん。取り返すって方法の前に一個これ入れといたらいいんじゃないあ、もしもあしっつって。今取られてんだけど、こういう時どうしたらいいのって言って。あ、証拠取ってきゃいいのねって一言言うの。なるほど。で、ガシャだ。あっの。あ、なんか訴えられるんだ、とか。なるほどね。あらーいい。 ラジオネームトンだンシャーペおぎやぎさん、コウモテンさん、こんばんは。僕が昔、白鵬さんに、白龍の白鵬か。うん。白鵬さんに道で会って、写真を撮ろうとした時に、周りにいた相撲取りに怖い顔で怒られました。なので、おぎさんも周りに何人か相撲取り置いとけばいいんじゃないですか。そうね。いや、これもちろんだそりゃそうだよ。怖い人も周りにいたら。うん。そりゃそうなんだよ。 ああそう。それはいいんだよね。あ,あ,あと、なんだろうな。嫌われたくないつもあるの、こっちは。ああ変な話ね。ああそこまでムカついてるんだけど。ああああやっぱ、ここでなんかこう、俺の悪い噂みたいなのが周りにこう行くの嫌じゃん。そういう、一回そういうことあると、一生嫌いになるでしょ、その芸能人のこと。あるね。俺も多分されたらもう一生嫌いになるから、それをみんなに言っちゃうしね。俺は西本だっけ <laughs> ま,あま,あまあまあ言わなくていいんだけど、その。<laughs> ね前は野球場とあったよ、野球選手。何で言われたんだっけいや、その時はもう、西本だっつって、後ラ研究所の外で、あったから、雨降ってたから傘持ってた。西本選手が。で、俺は、うわあ西本だって叱ったら、危ないよ、危ない、危ない、危ないっつって、みんな傘してから、刺さるとか、そういうことで。 危ないよ、危ないよ、どいてどいて危ないから、って、それが、たったそれだけでも俺。ほうそれ全然悪くないもん、何しもそうよ、危ないって言う。単純に危ないもんね。危ない危ない危ないから、どいてどいてって言うだけでしょそれで、それで危険になるのうん。なんかもっと、いい返し、返しが来ると思う。わやっぱ大変だな、芸能人って。そんなの全然悪くないじゃん。悪くないんでしょだから俺は、やっとね、その大人になって、 ちょっとその、和らいできたけど、うん、結構やっぱずっと嫌いだったよ。そんなもんなのか。そう、だからそれが嫌なの。なんか変なことあって、うん、それをなんか言いふらされるの嫌なんだよね。嫌われて。だから怖い人が周りにいたらいいよ。そう、怖い人が勝手にやってくれないんだよね。うん、こっちは関係なくね。つい最近俺さ、原宿でさ、うん、ああ、俺の先輩とね、<laughs> 遊んでてさなんか店に行って用事があってそれで俺さハーレー買ったじゃない買った買ったねさそれを一緒にさなんかこう止めてそれを寄って出てきたらさ親子と子供、女の子がいて親子と女の子親子じゃないお母さんと子供、女の子ねいてバーって来たらすごいこっちに来てたらさその俺の怖い 小本の先輩がね。うん、もう勝手にさ、あの、おい、ヤハ撮ってもらいな。撮ってもらいな。<laughs> って言って、<laughs> ああ、ありがとうございます。宮崎から出てきたんですよ、なんつって。<ー>で、撮ってあげたの。うん、その次にさ、その、二十歳の若い奴がさ、二、うん、人組男が来てさ、うん、やハさん僕もいいですかって言ったらさ、うん、ダメだ、お前ら。お前らダメだ、お前。さっき子供だったからいいねだ <laughs> <laughs> 行け向こう行け。蹴 <laughs> 散らずんね。<laughs> <laughs> うわ<ー>う勝手に怒っちゃうね。よ。それもやだなお前らないです。<も>すげえ <laughs> すげえ俺の、<laughs> その友達怖えなみたいになっちゃうじゃん、その人ら怖い。なるよ。<laughs> それはやだよ。だから、これはこれで怖いよ。うん、ええー、あとラジオネーム、たけみ。うん、盗撮してきた相手に、えー、一緒に撮ろうよと言って、ツーショット写真を撮った後、爽快と、殺走と、損壊じゃないの、殺走。<laughs> <laughs> これ、さっ、これ、爽快の層がお前あったらすぐ爽快って読んじゃうよ、それ。いやいやね、さっそうだよ。ね。さっそうと、その場を去ればすごくかっこいいと思います。かっこいいパターンね。うん、できたできた感じね、これ。大人としてね、こっちがね。でもこれを言えたら本当にかっこいいと思う。盗撮してるの分かったら、あいつもそんな、ね。あの、黙って撮んないで、一緒に撮ってあげるからって言って、撮ってあげたら、向こうは、もうジーン、じんな、俺はなんて、 うん。ダサいことしちゃったんだかなって。ってなる。すごく心が、俺は。まあ、大人だよねでも、それもな撮ってるか分かんないっていうのもあるからね、もしかしたら。それを言った時に一番恥ずかしいのは、撮ってねえよって言われた時ねそうときね。う、それもう,う、わー <laughs> うわーってなるよ、もう。<laughs> 赤くなっちゃうか、俺。はい すげでも、それ言われても、撮ってねえ。いいから。いいから、いいから。あんな意外じゃなくていいから。撮ったんだから。撮ったんだから。今ね。いいね。ほんと撮ってねよ。ってないとしてもいいよ。撮ろう。もう撮ろう。かっこ悪いな行くしかないよ。行くしかないね、そこはもう。そうなっちゃった時は。うん。えラジオネーム、ゲイスヨタロう。おじさんやぎさん、コモンテさん、こんばんは。 うん、明石家さんまさんはどんどん取ってくると自分から言うそうなのでそういうスタンスでいくというのも一つの手ではないでしょうかでこれが今言った俺の手法だよね,うだね、うん、もう取ってるなと思ったら自意識過剰と思われてもいいから行、うんうん、そうねいくもう,もう取,取,取ってるっつって取ってるっつってそっかそれもねうんそうじゃない、うん、みんな大人なんだな だからもうどっちかでしょ、うん、その、もうムカつくから嫌な思いをさせる方に行くか、もうそれをもう包み込むぐらいに行くか。そうね。あれ行くの、うん、コーナー行くのコーナーじゃあコーナー行こうかな。はい。